で、いや取っといたよ。あのね、なんでエキスパートやってるかっていうと、あのマルチで投げられてマルチで投げられたらさすがに抜けられねえからしょうがないねっつってじゃあエキスパートから一応やりますかね。一回しか投げられなかった気がするんだよなこれ。さあ初見でフルコンできたはず。あんまり譜面覚えてない。このこういう感じの曲がプロセカに入るっていうことが嬉しいわ。なんかこのなんてプログレのあれ系譜ついてるこれ系の楽曲あるじゃない。こういうのも入るんだっていう。いやでも攻めたなって思った。ささくれさんじゃんって思って当たり前なんだけど、ささくれさんすぎて。この辺はコンボキラーですね完全に。ラスト難しいね。本当に難しいと思う。いやーちょっとよかった。まあ今の挨拶ということで、まあ、ここからが本番。いやまだマジで見たことないんだよな。楽しみすぎるわ。いやまあまず最初はこれでいったるわ。余裕ですわ。いや絶対無理だな。いやまあ最初はね。あ待ってストップ。は？待って、なんか今スライドにくっついてた。はあ、何これ。はあ、ちょっと待ってなんだ、なんだ今の。なんかくっついてねえか。何が起きてる。スライドになんか、スライドの先端に何かくっついてるのか。何これ。いや何これ、ちょっと待って。はちょっと待って、何が起きてるこれは。何が起きてるんだ。スライド、は？何今のは。ちょ、もう一回やるぞ。いや、だから何これ、ちょ、気持ち悪い。何もうスライドに横切ってる。やばい、もう HP が。ちょ、スライドになんかくっついてるけどわからない。え、普通に叩いていいのあれ。気持ち悪い。操り人形みたいな時の真冬みたいな普通に叩こう。騙されるな。スライドになんかでかいのがくっついてるだけだろ。そのまま叩けばいいよ真冬。そのまま叩けばいいのよ。うん、わかったお母さん。は？もうやめろ、ふざけるな。おおおうまいうまいよく対応で、ちょ待って。いや、よくトリルは対応できたら、ちょ、オートで見てみるか、一回。なんかスライドの先端が白くなってるんだな。うん？なんだこれ？スライドの先端になんかはみ出てるでかいの音があるってことか。ふんふん。あ、同情しろ、ここ。うわ、最悪。ここ、同情しじゃねえか。うわ、バキだ、チャンピオンじゃねえか。ちょっと待って。おい、ここ同情してたのに中央単発なのかよ。ちょ、意地悪すぎるだろ、これ。あ、いや、分かったかもしれないけど。ん？繋がってるから、去ってきた時に、あの、右手でやってるところに左手ですってスライドさせればいいのかな。どうしたらいいこれ。ちょ、ロングノーツのトリルする感覚。タップの、気にせず見たまんま持ち帰ればいける。ベレスやベレスの途中のやつか。変なこと考えなくていいのか。ピッてやってすってるってなんだ長嶋茂雄のアドバイスかよ。おお、ちょ待って。いや、分かってきた気はする。ちなみにガット3倍ぐらいあるよねこれ。終わりだ。ちょっと回復1枚だけ積もうかな。最初のここ綺麗にやりたいけど、どうしたらいいんだろうな。コツねえかな、なんか。だからアマラコツで検索したら出てこないかな。アマラコツ。イタリア語で苦い根菜という意味のキク科の野菜。見た目もごぼうのようですが、名前の通りの苦い強みが特徴です。ありがとうな、マジで。あ、でも飼育のコツか、これ。出てこねえ。当たり前だよな。出てくるわけない。いや、手元見ようかな、人のプレイ動画を見て研究する。まあ、これ大事なんだよね。ちょっとね、講座動画を公式で上げさせてもらうんだけど、やっぱりできない時ってね、何をすればいいかっていう、中級者向けの動画で結構この辺解説したんですよね。何してんだろう、わかんねえな。あー、いや、でもゆっくりやってるだけだな。持ち帰ってるだけだな。笹倉さん、遊びに来ました。あ、お疲れ様です、笹倉さん。
いらっしゃいませ。何すかこの譜面は。いや、佐々木さん言ってもしょうがないんだけど。難しすぎませんか。あ、わかったかも。わかった。やっぱ動画見るべきだな。くっ、ちょっと一回だけ見る。でかい動物のとこ。はい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 。うわー分業してる。左手主張してる。しょうがねえな、やったるわ。いや、無理すぎる。ここ無理すぎる。いや、いけるいけるいける。いや、分かってきた分かってきた。いや、いけるいける。分かってきた分かってきた分かってきた。いや、何今の。ちょっと待って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 、なんだこれ。ビーチのエリア。私たちの文明では到底理解できない。現実か虚構か、その先は誰にもわからない。現実か虚構か、その先は誰もわからない。現実か虚構か、その先はわからない。現実か虚構か。ちょっと待って、火薬一個だけ積むか。いや、でも分かってきたんだよな。単純にパニックになっちゃいかんわこれ。ただの交互なんだよ、ただの交互。いや、惜しすぎる今の。めっちゃ良かったな。いや、分かってきたこれ。分かっちゃった。ちょ、さき、いっちゃん分かっちゃった。アマラの譜面。さき、そんなに音ゲー上手かったんだね。ふっふっふーんとかって言ってそう、さきちゃん。いや、分かんねえ。なんだこれ。コンフレがエグすぎる。プロサカで一番エグいコンフレだろ、今の。ちょ、ノーツちっちゃいっつってんでしょうが。ちょ、もうちょっと、ここリズム、ちょ、佐々木さん、ここリズムどうなってるんですか。多分ね、でかいノーツずっと一定なんだよな。これ何部だ。タタ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 12部かな。ちょ、待って、やばい、頭おかしくなってきた。思ったよりも早いな。そう、レイト出てたよな。いや、分かったこれ。分かっちゃった。ちょ、さっきこのくだり何度やるの。や、あー、やばい、分かってしまった。分かっちゃった。もう何回分かんだよ。いや、でも分かったんだよな。まあ見ててくださいよ。いや、見てくださいよって言うとプレッシャーかかるからやめよう。メンタル弱すぎ。ここリズム変わってるわ。最後早いんだな。あとミリなんだよね。そう、ここで回復を一度出すのは簡単だが、それでいいのか。なんか司も言ってた、諦めることは簡単だ。でも違うんだよね。よし、もう一回やろう。緊張するよね、いけるって思ったら。ライフ隠そうぜ。昔よくやってたな、懐かしい。俺が大学生ぐらいの時、B マニとかでね、ライフよく隠してたわ。下のゲージ見えないようにしてね、自分がどんだけ調子いいかわからないようにして、プレッシャー感じないようにしてた。何してんだって。ふざけんだって。なんだそれ。僕50回ぐらい知りました。佐々木さん、なんでそんな絶望的な追加情報を。司くんが次クリアできる確率 95%。 ファイが混ざってきた。いや、いけるいけるいける。たかだか最後の発狂を超えるだけだろ。
でもルイってパーセンテージ言わないよね。ナイス、いけましたよ。いや来たね最後。いやね、みんな見てくれたかな。それやっぱりね、努力は裏切らないんだよ。いやー、めっちゃ上手くなったよね。サビのさ、あれ全然まだ研究できてなくて無理だったけど、序盤とかマジ別人だったんじゃない。なんかね、慣れてきた。最初のさ、スライドどうなってるかわかんないみたいなやつ、ブレスやブレスの途中持ち替えみたいな感じでやったらできるようになったわ。大切な八代さんしてほしい。いいっすよ。まあそんな解説できることないんですけど、いやじゃあ俺がちょっとやってて思ったことは言うわ。俺がやってて思ったことを言うわ。